皆さん明けまし て, ましておめでとうございます。学芸大ジュレッセおめでとう。明けおめでとう。はいはいはい、絶好調絶好調。最初のジュネ生です、2020、うん、そう、はいはい、ということでまたテレビ購入。そう、それはいつか上がるの TikTok に。テレビ買ってみた。いや、わかんないよ。あ、いいの？なんだそのクソ企画。わかんないけど。クソ企画とか言うなってクソ企画とか言うな。口が悪い。あの、今さ、口が悪いの。ブラックミナミで。違うんだよ、あのね。ブラックミナミ。ね、練習中のね、あれが出ちゃったね。はい。年明けて、ゆき部屋のテレビ良かったねって、まず変化になって、こいつら多分見てるんすよ。うん、連絡来たもん。そう、勝手に。こいつっていう報告です。ちょっと何てるんです多分2021年口悪め口悪め、まあ、ちょっとわざとやります。あ、そういうことわざと。アンダーグラウンド、ね、アンダーグラウンド勇気アンダーグラウンド勇気新しいの新しいの作んないで。地下勇気地下勇気地下勇気いいね。地下勇気なんだよ。実家帰ったからさ、おうおう、弟がさ、バスケ部入ってた。え、マジ？やってなかったんだっけ？バスケを教えました。え、それ何？俺らでさ、教わってもらってないのに。そういう ね, ね、俺らでさえさ、バスケ教えてよ、ゆうきっていうかさ、なんか、今度ねとか言うけど、いやいやいや、それと弟にすぐ教えてさ、うん、ね、あ、そうよ、確かに。ゆうきの弟になればいいってことでしょ。あ、そういうこと。やだ、絶対やだなろ、うん、困る。それだ。そうでしょ。それだ。受け付けません。受け付けませんか。それさ、動画見たらさ、俺も作れるのか。当たり前だろ。いや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 、無理だろ。絶対無理、絶対無理。T なの、うん、彼には難しい、多分。ちょっと、まあ、これはね、多分まず鶏肉買ってこれるか心配だもん。あ、それは心配だ。間違えたの、豚バラのブロックとか。さすがに帰れない。帰ってこれるか心配だもん。帰れるよ。しょうがないでよ、ベイベーって知ってる？どこで歌ってんのよ、ゆうと。脱獄途中だろうね、多分。そう、脱獄途中。そうだね、もがいてんだな。また戻ってくるよね、そこに。そう、ゆうとは。ゆうとはいつもここに。ここ、安定。レイチ。触れたいって言ったらなんだよ、まさきの。え、あ、あの、いや、あれ、あのさ、うん、こうやって炎バーッと。ああ、はいはいはい。あれって実際に俺たちが、あの動きをさ、うん、あの、モーションでね、うん、撮ってね。撮ったじゃん。光のね。そうそう。で、本当はね、あそこだけなんだけど、使われてるのは、うん、その怒りを、あの、イメージしてみてくださいとかって、うん、うん。言われた時にね、その怒りをイメージする動きをずっとしてたの。うん。で、2分ぐらい怒りをイメージする動きをしてたからめっちゃ疲れたんだけど、うんうん、でも、あの疲れたの2秒ぐらいだったって。いや、でもさ、めっちゃ動いたのに。めっちゃ面白かったのがさ、うん、まあ、一応その全員それぞれやったじゃん、うんうん、その時にずっとさ、陽介これさ、怒れ、お前自分への怒りを思い出せとか、怒れ、怒れ、ずっとこうやって、まだいける、まだいける、ずっと鼓舞して、みんなを怒らせるようにさ。その時のまさきの怒りがなんか高速球みたいな。プロ野球選手の、あの、なんかパンチみたいなイメージしたよね。ぶん投げてたね。あー、いや、めっちゃでもよかった。あの青い炎っていうのがなんかいい、俺お気に入りポイント。いや、でもあの陽介のこの実況が良かったよね。あれがあったから、あのかっこいい動きが生まれたんだ。確かにめっちゃ面白かったね。ほんと3秒、いや4秒ぐらい疲れるかなって言ったらもう2秒ぐらいだ。一瞬、そうそう、いいじゃん、それだけみたいなね。いいじゃん、別に。いや、でもかっこよくなってる。2分から厳選された2秒だから。厳選されたからね。めちゃくちゃいい2秒なの。珠玉の、はい、はい、この音楽が鳴ったということは、ということは、わかんねえよ。なんだよ。はい、めちゃくちゃ。この音楽が鳴ったということは何？何もないです。俺も初めて聞きました。あれも、はい、あの、面白い。びっくりした。はい、ここからはこちらのコーナー、バン、成人の日記念、学芸大ジュネス大人度チェック。おー、なるほど。成人の日ね。そうです。大人度チェック。はい。なるほど、なるほど。本日1月11日は、うん、はい。あ、成人の日でございます。成人の日、はい、成人の日ということで、うん、はい、なんですか、続けていいよ。余談だから、続けて。成人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。そう、余談、はい、いい子に育ってください。なんか一応年上だもん。そうだ、一応年上だもん。はい、じゃあ誰からいきますか。だ、あ、あ、なるほどね。はい、おお、じゃあまさき行こうか。そりゃそうでしょ。はい、これからでしょ。じゃあまさき、確かに、はい、真ん中行って、あ、みんなもやってみてね、一緒に。一緒にやりますよ、大人度診断。俺どんぐらいなんだろうな。じゃあまさきの大人度診断、はい、スタート。はい、好きな飲み物は何？好きな飲み物は、あ、選ぶのね。なるほどね。お茶。
お茶わかる。お茶が、うん、週末の過ごし方は、週末の過ごし方は、週末の過ごし方はスポーツジムじゃない、はい、あーそうだね、うん、まあ、最近行ってないけどな。好きな動物は何？好きな動物は、馬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 。おいいね。あー早いからな。はい、うん、なんか違うな。好きな色は何？好きな色は、ゴールド。おーいいね。なるほど。あ、おい、おい、4問でいいな。4問、4問早いね。結果を計算してます。うん、さあさあさあ、これあれだな、どう出るんだろうね。確かに大人度何歳みたいな。本当にわかる。おー高っ97点会長クラスだって。すげえじゃん。待って、ジジイじゃん。ジジイとは口悪いわ。言い方が口が悪いわ。右のあれ見て、ほら腰悪くしてるから、ほら本当だね。趣味77点って何？わかんない。あ、なんだろう。だから趣味の大人度ってことか。質が高いんよ。なるほど。俺の77点。俺の趣味の、そういうことよ。そうだよね。結果を計算しています。予想しようぜ。絶対97よ。あー、なんで？やったーやったー意識高いでやったんぞ。意識が高いでーす。やったんぞ。なんて書いてあったの。黙れ。はいか。レン君、戻ってください。ムカつく、黙れ。おいやったんぞ。口悪いよ。口悪くしていくことに楽しさを感じてるね。ちょっとダメよ。じゃあ、はい、レンにはやんちゃな新成人、やんちゃな新成人やってね。はい、みんなもう相当やんちゃなんだろうな。相当やんちゃなんだろうな。じゃあもうなんかこのさっき言った順でどんどん行っていこうか。あ、じゃあ俺か。まさき、ようすけ、レンがなんか出てくるから、うん、そしたら君みたいな感じでどんどん行っていこう。オッケー。よし、じゃあいいですか。ちゃんちゃんの成人。はい、新成人いい、いきますよ。それではお願いします。いや、やっぱ大人と言ったらビールだよな。最高。 KP KP、 はい、乾杯。イエーイ。うまいうまい。君、自分の責任は自分で取れるようにしような。おお、うん、君、酒は飲んでも飲まれるな。君、失敗の数だけ人は大人になれるんだ。たくさん遊びなさい。お、大鳥来るぞ、大鳥来るぞ。君、一緒に飲む。わあ、カン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 。誘っちゃったよ。誘っちゃった。悪い大人だったね、最後。誘っちゃった。悪い子いたわ。いや、悪かったな。悪い子いたわ。答えまで聞きたかったけど。はい。悪い子いたね。ということで、あのレンが、あの、なるほど、まあね、誰が一番大人だったかっていうのをジャッジしてもらいたいなと。うん、はいはい、はい、あ、なるほどね。はい、あの皆さんもね、あの、うん、よかったら誰が一番大人だったよみたいなコメントとかね、うん、じゃあこっち来てほら。はい、じゃ あ4人並んでレンが、あのレンが後ろからさ、あの、うん、あ、いいね、なるほどね、こっちみたいな。あ、なるほど、いいね、いいね。ほら、後ろ向いた方がいいんじゃないか。ほら、え、いいよ、レンが下向く。ほら、下向くね。あ、目つぶろうじゃん。うん、あの叩きすぎ注意な、怪我するから。 あの誰が1位か書いてないけど、ゆとが最下位でしょって言ってる人。おい。これは間違いない。なんでだよ。ナイスよ、みんな。いいね、いいね。おかしいじゃん、ね。それではレンさん、勝者の発表お願いします。はい、いきますよ。じゃあ、はい、イエーイ、勝った。マルト、イエーイ、カンカン。ほら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 。なんでよ。いや、レンは一緒に飲みたいんだって。いや、でもね、レンが決めたことだから。そうだよ、まあ、違うの、あの、はいはい、他の3人さ、なんかムカつく。お前なんでだよ。だからもんね、今日口が悪いんだよ。なんかやだ。え、じゃあ一緒に、確かに一番同じ目線で話してたもんね、うん、そうだよ、うん、じゃあ一緒に飲み行く。じゃあって、じゃあとかじゃねえから。だったら俺も飲み行くよ。じゃあ俺も飲み行く。付き合うよ。俺も行こう、俺も行こう、俺も行く、俺行きたい、行きたい。飲みには行かない、家で飲むんだよね。あ、そう。レン君、100デシベルの声ください。はい、あ、いいね。あ、100デシベル。32、1、テイテイ。おお、完璧完璧。なんでお前わかんない、ね、なんでわかるの。あれがね、一緒にやってたから。あれがコントロールしやすいんだよ、あの声が。テイってやつが、テイがね、テイがね。あ、完全に100だった。内田さん、エコバッグ使いますか。使います。うん、いや、もうエコ
バッグ、エコバッグはね、うん、いつも持ってってるね。持ちたいに。しかも折りたたみだよね。ポッケから出すんだよ。いいのよ、言わなくて。いいね、めっちゃ。いいのよ。ちなみに陽介は俺と一緒に買い物行くと、うん、俺いつも大きめのトートバッグ持ってんのよ。うんうん、だからそれを見て何も言わずに、あ、袋大丈夫ですって。自分の買い物でも俺のここに入れる気満々だから。めっちゃおもろい、ね。全部入っちゃうんだもん。全部入っちゃうんだもんじゃない。かわいいな、待って。内田くん100デシベルの声から出てあったよ、うん、俺だって142ぐらいあるよ。さーい、うるさい、うるさい。 100ってどんぐらい、レンの先ぐらい、うん、先同じやつやればいいの、うん、だいだい、あーちょっと100、いや112ぐらいだね。強かったぐらいだな。出ないじゃん。終わった。ゆうとくんも100デシベルの声お願いします。あーいい、あーね、やろうぜ今度。今だろ、え、大どんでん返し。あ、今どうやってやんの。100を狙えばいい。100を狙う。あ、68。投げやり、投げやりな。68。やる気ゼロだった。なんか、いや、あんま大きい声出したら耳に悪いかなと思う。優しい。バスタブに使って。あ、まさきだ、まさき。あ、ヒットミー。ヒットミーだ。あ、めっちゃむずいだろ、ここで。じゃあ、まさきバスタブに浸かりながら言うとバブイポーズして。何それ、バブイ。どういうむちゃぶり？じゃあ、コメントがさ。バブイポーズ？バブイポーズ？バブイ。バブミの、うわ、あー、いいね、バブミがある、ね、でこっちでやってんだけど。視聴率ゼロだったね。バスタブ一番頑張ってたのに買ってたよ。